ジョン・ポーターはイングランドのサラブレッド平地競走の調教師。イギリス産冠馬を3頭調教した。ビクトリア時代で間違いなく最も成功した調教師、19世紀の最後の四半世紀における最大の調教師と評されている。バークシャーにあるニューベリー競馬場の創設者でもある。ポーターの父ジョンは仕立て屋であり、母は裁縫師であった。両親が病の治療のためスタッフォードシャーのルージリーのパーマーという医師のもとに逗留している間にポーターが生まれた。このパーマー医師は後にルージリーの毒殺魔とか毒殺公として知れ渡る人物で19世紀のイギリスを代表する殺人鬼であった。パーマー医師は身内に多額の保険金をかけて毒殺する手口で財産を増やし、その金を競走馬や厩舎経営に注ぎ込んでいた。このために、ポーターは幼少期から競馬関係者に囲まれて育った。小学校時代の同級生だったトム・アシュモールは、後に1860年の2000ギニーをザ・ウィザードという馬で制している。中でもポーターに影響を与えたのが、1849年にザ・フライング・ダッチマンで英国ダービーを制したチャールズ・マーロー騎手だったという。ポーターの両親は息子に放送界へ進むことを願っていた。しかし、ポーターは14歳で学校を辞め、1852年にジョン・バーラムデーの厩舎に3年契約の見習いとして、丁稚入りした。この時ポーターは自分で年季奉公契約証文を作成して持参し、デー調教師を驚かせたという。当時、デー調教師は、悪徳高利貸しのヘンリー・パドウィックをパトロンに据えて、サセックス州のサウスダウンズ丘陵地にあるミチェルグローブに厩舎を構えていた。その頃のポーターは、体重がわずか4ストーン10ポンドで、普通であれば、おそらく騎乗機会に大いに恵まれただろうと考えられている。しかし同馬屋には、後にイギリスのチャンピオン騎手となるジョン・ウェルズという見習い騎手がいて、ポーターには、騎手としての実戦の機会があまり巡ってこなかった。ポーターの騎手デビュー戦は1854年のグッドウッド競馬場で、初勝利は翌1855年のブライトン競馬場で挙げた。その後、騎手としては1858年のダービーにカーメルで出走したのが最後の騎乗になった。これらを含めても、ポーターの騎手としての出走回数は通算20走に満たない。騎手としては全く機会が得られなかったが、このままポーターは、厩舎で競走馬の調教を学んでいた。1855年春、パドウィックから厩舎を任されていた、ジョン・バーラムデー調教師が解任された。代わって、厩舎を任されたのが、ウィリアム・ゴーター調教師である。ポーターは、ゴーター氏によって、厩舎の筆頭馬蹄に抜擢された。この時ポーターは17歳だった。間もなくゴーター調教師は厩舎をサセックス州のフィンドンに移転した。1863年、ゴーター調教師の下で働くポーターに新たな働き先を紹介してきた人物がいた。当時ゴーター厩舎に競走馬を予託していた有力者の一人、12代ウェストモーランド伯爵である。ビクトリア朝時代の有名な馬主で、ジョセフ・ホーリー卿という人物がいた。当時すでにテディントン、ビーズマンでのダービー2勝など、英国クラシック競走6勝のキャリアを有する馬主である。ホーリー卿は競馬を始めて、すぐにハンプシャー州、キャノンズヒースに個人厩舎を開設していた。ホーリー卿は1から10まで自ら指図するタイプだった。そのホーリー卿の専属調教師として活躍していた、ジョージ・マニング調教師が1863年に没した。ウエストモーランド伯爵は、その後任にと、ホーリー卿にジョン・ポーターを推挙したのだった。ホーリー卿は、ジョン・ポーターが若すぎると懸念したものの、年100ポンドの給与を支払う条件でポーターを、キャノンズ・ヒース厩舎の専属調教師に据えた。とはいえ、ホーリー卿は自ら厩舎のあらゆることを指図する人物だったので、専属調教師といっても実態は単なる馬蹄扱いだったという。この時厩舎には12頭の競走馬がいた。そして専属騎手にはかつてのジョン・デイ級車での見習い騎手仲間だった、ジョン・ウェルズ騎手がいた。ポーターとウェルズ騎手のコンビは、1年目の1863年の秋のドンカスター競馬場で、キャノンズ・ヒース級車、ポーター調教師としての初勝利を挙げた。それからポーター調教師とウェルズ騎手によって、キャノンズ・ヒース級車は、目覚ましい成績を収め、1867年までに、英国のトップクラスの厩舎となった。例えば1867年晩秋のニューマーケット競馬場の開催では2歳チャンピオン決定戦のミドルパークステークスで 1.2 着を独占し、さらに同じ開催でプレンダーガストステークス、クリアウェールステークス、王室賞を勝っている。この成功によって、ホーリー卿は競馬事業のさらなる拡大を決め、1867年の冬にバークシャー州ニューベリー近くのキングスクレアに新たな調教施設を建設した。ただし当時のキングスクレア厩舎は小さく、馬房は14、調教師の住まいとして用意された小屋も極めて小さく、質素なものだった。馬房もジメジメしていて、冬の間はひどく冷え、次シーズンの3歳クラシックの期待馬たちは体調を崩してしまったという。キングスクレアに移ってから最初のシーズンとなる1868年には、ポーター調教師はダービーに有力馬を3頭出走させた。ミドルパークステークス優勝馬のグリーンスリーブ、同2着のロジクルシアン、クリアウェールステークス優勝馬のブルーガウンである。このうち、ブルーガウンが優勝し、ポーター調教師に最初のダービー優勝の栄冠をもたらした。ブルーガウンは直後のアスコットゴールドカップも制した。翌1869年にはペロゴメスでセントレジャーステークスを制し、調教師として2年連続のクラシック競争優勝を果たした。ブルーガウンのダービー優勝、ペロゴメスのセントレジャー優勝はいずれも、馬主はホーリー卿、鞍上はウェルズ騎手だった。1875年にホーリー卿は没した。この時ホーリー卿の遺言により、ポーター調教師には、キングスクレアの施設一切を$4000で購入できるオプションが遺贈された。ホーリー卿は、キングスクレアに$8000を投じていたので、このオプションはその半値で、キングスクレアを取得できるという寛大なものであった。ポーターは、この選択権を行使した上で、さらに$20,000を投じて、キングスクレアを拡張した。この拡張工事によって、キングスクレアはイギリスを代表するサラブレッド、調教地に変貌を遂げた。馬房は広げられ、風通しが良くなり、滑りやすかった床は改善され、排水設備が整えられた。また、当時、まだ身分として軽視されていた馬蹄と見習い騎手のための浴室とトイレを建設したことも特筆される。そして、金棒のウォーターシップダウンという丘陵に、サラブレッドが全力疾走するための起伏のある走路を造営した。この走路はダービーギャロップと呼ばれ、現代にも受け継がれている。当時ポーターは腸チフスを患っていながら、自ら製図板に向かい図面を描いたと自伝に綴っている。ホーリー卿の馬がいなくなった最初の3年間、ポーター調教師は醸造業者のフレデリック・グラットンに依存することになった。その主な活躍馬は、アイソノミー、ページェント、プレストンパンズなどである。ただ、グラットンは、馬券で儲けることへの執着が強く、馬券売り場ですぐに他人に食ってかかるなど行情が悪く、評判の低い人物だった。1877年には、グラットンは、馬券の倍率が高くなるようにわざとアイソノミーの出走をやめさせ、$40,000を荒稼ぎした。1880年の秋には自分の持っている有力馬をレース寸前で取り消す手口でブックメーカーや一般客を欺き利益を上げた。グラットンはイギリスで世間に最も嫌われている馬主となり、こうした狡猾さや悪辣さを前手としないポーターとグラットンの間も不和になった。ポーターはこの年限りでグラットンと縁を切ることに決め、その所有馬をすべてキングスクレアから追い出した。1880年に大富豪のグラットンと手を切った後も、ポーターのもとには次々と有力馬主が競走馬を予託するようになり、厩舎が困窮することはなかった。最初に縁があったのが、フレデリック・ジョンストーン卿とアリントン男爵による、通称、ザ・オールド・ファームという馬主連合である。1881年に、彼らは所有馬すべてを、ポーターの厩舎へ移籍させてきた。同年に、スタンフォード伯爵、さらに秋には、初代ウェストミンスター公爵が馬を移してきた。翌1882年、ウェストミンスター公爵のショットオーバーが2000ギニーと、ダービーを勝ち、スタンフォード伯爵のケハイムニスがオークスを制した。1883年は、ザ・オールド・ファームことフレデリック・ジョンストーン卿、アリントン男爵のセント・ブレーズが、ダービー優勝。1884年にはパラドックスが、デューハーストプレートを勝ち、翌1885年に2000ギニーも制覇した。この1885年のウェストミンスター公爵の持ち馬は、フェアウェルが1000ギニーに優勝し、オーモンドがデューハーストプレートに勝っている。さらに1886年には、このオーモンドが2000ギニー、ダービー、セントレジャーのいわゆるイギリスクラシック三冠を無敗で制した。この時期は、ジョン・ポーター厩舎のいわゆる黄金時代とされている。また、1886年からは、アルバート・エドワード皇太子からも馬を預かるようになった。これは、フレデリック・ジョンストーン卿と皇太子が、オックスフォード大学時代の学友だったことから、実現したものである。しかし、預かった皇太子の所有馬の中からは、これといった活躍馬は出なかった。理由は明らかにされていないが、1892年に皇太子は所有馬を別の調教師のもとへ移してしまった。移籍先は、ポーターとは親友だったリチャード・マーシュ調教師である。マーシュ調教師の推測では、皇太子の所有馬の管理を委ねられていた。代理人は軽薄で口が滑らかなタイプで、厳粛で、真面目腐ったタイプのポーター調教師と反りが合わなかったのだろうとしている。同じ1892年には、ポーターは、ヒルシュ男爵のラフレッシュで1000ギニー、オークス、セントレジャーを勝ち、牝馬三冠を達成している。しかしこの年の暮れに、ヒルシュ男爵も、皇太子と共に、ポーターの元から馬を引き上げ、マーシュ調教師のところへ移してしまった。皇太子がポーターに馬を預けていた当時、ポーターは、皇太子のためにパーディタという牝馬を仕入れ、900ポンドで皇太子に買わせた。当時、周囲の人々は、こんな馬を皇太子に売りつけるとは、ポーターは皇太子を破滅させるつもりだろうと評していた。1892年に皇太子はこれを含めたすべての持ち馬をすべてマーシュ調教師のところへ移したのだが、その翌年、パーディタは二冠馬パーシモンを生んだ。さらに4年後には三冠馬ダイヤモンドジュビリーを生んでいる。結局、パーディタが生んだ馬は、皇太子に72000ポンドの賞金と15万ポンドの種付け料収入をもたらし、皇太子は馬主チャンピオンになった。しかしいずれもマーシュ厩舎に預けられて走った。1894年にはザ・オールド・ファームのスロッスルがセントレジャーを勝った。1899年にはポーター調教師としては3頭目の三冠馬となるフライング・フォックスが出た。この間、1898年に自前の厩舎を解散させたポートランド伯爵の予託も受けるようになり、1900年にラロシュがオークス優勝、ウィリアム・ザ・サードがダービー2着となった。翌1901年にはウィリアム・ザ・サードがアスコット・ゴールドカップを制した。調教師としてのポーターは、生真面目で競走馬と若手騎手や厩務員を大切にした。そのため、競走馬をやたらと出走させることはなく、馬を強く追うことを避けた。また、負担重量の軽い競争を選択することで、見習い騎手の騎乗機会を増やした。スタッフの待遇改善のため専用の風呂やトイレを整備したり、見習い騎手の賞金取り分を増やしたことでも知られている。しかしそのために、厩舎の経営はいつも苦しかったという。競馬の賞金はそのほとんどが、厩舎の維持費に消え、かろうじて日常生活を営むことができる程度だった。馬主から授けられる臨時収入があったり、繁殖牝馬が思わぬ高値で売れた時だけが貯蓄をすることができた。ポーターは1905年のシーズンを最後に調教師業から退いた。43年間の通算勝利数はクラシック競争23勝を含む1063勝、総獲得賞金は$720,021であった。キングスクレアの施設の維持費があまりにも高額だったため、ポーターはウェストミンスター公爵やポートランド伯爵と共同で厩舎を株式会社化した。その上でウィリアム王調教師を招聘して厩舎の管理を委ねた。調教師としてのキャリアの間、ウェストミンスター公爵、ポートランド伯爵、クルー伯爵、ポーツマス伯爵の馬に調教を行った。調教師、キングスクレアのオーナーとして、英国クラシックレースで通算23勝を挙げた。うち7回は最も権威のあるレースであるダービーである。三冠馬となったのは、オーモンド、コモン、フライングフォックスである。1905年に、レースから引退した。ニューベリー競馬場でのジョン・ポーターステークスは彼の名前のついたコバの 1.5 マイルの競争である。これは彼の死後6年後の1928年9月29日に初めて行われ、今日では4月に開催されている。ニューベリー競馬場の創設者でもあり、マネージングディレクターを務めた。1903年、1904年にニューベリーに新しい競馬場を建てる提案を携え、ジョッキークラブへ何度も赴いた。彼は、ニューベリーが簡単にアクセス可能な場所にあることや、人気のある施設の近くにあることは、新たな競馬場にとって理想的であると考えた。ジョッキークラブはこれらの提案を何度か却下し、すでに国内に十分な競馬場があると述べていた。しかし、ポーターとエドワード7世の偶然の会合が全てを変えた。王はその提案に興味を示し、ジョッキークラブは最終的に許可を出した。ポーターはその後に進めることができた。ニューベリー競馬場の会社は1904年4月26日に設立された。数日後、ポーターが議長を務め、ロンドンの事務所で第1回の理事会が開催された。彼らは土地を購入し、競馬場の建物と厩舎の建設を始めたが、それらを最初から作るのにわずか9ヶ月しか与えられなかった。ニューベリーでの最初のレースは1905年9月26日と27日に開催された。ポーターはゼリスを調教し、レギュラシオンプレートに勝利している。1905年のシーズン終わりに引退したため、ニューベリーでの勝利はこれが初めてで唯一であった。キングスクリアのポーターのメモリーにある窓の一部。キングスクリアの聖マリア教会にあるジョン・ポーターと妻の墓、ウィリアム・パーマー医師は少なくとも11人を毒殺したと考えられている。逮捕のきっかけになったのは大穴馬券を当てた人物の持ち金を狙って毒殺したことだった。投獄後も本人は無罪を主張、裁判で死刑が言い渡されて絞首刑となった。ジョン・ポーター・オブ・キングスクリア、アン・オートバイオグラフィー P1 では、1861年とあるが、ザ・ウィザードの2000ギニー優勝は1860年。ジョン・バーラムデイは1820年代から1830年代に、騎手として、牝馬、クルシフィックスでの変則三冠をはじめ、英国クラシックレース16勝を挙げる活躍をした。1830年代後半からは調教師も、兼任するようになっており、クルシフィックスは自ら調教師騎乗している。当時の英国を代表する調教師であったが、その一方で数多くのインチキを行うことでも悪名高かった。例えば持久者の競走馬をわざと奔走させて別の馬の馬券を買って大儲けをしていた。クルシフィックスがセントレジャーステークスに出る時も八百長を計画したが陰謀を記した。指示書を郵送する相手を間違ってしまい、事前に露呈した。第65回ダービーステークスでも本命馬と対抗馬の有力2頭をわざと負けさせる八百長を仕組んで発覚したが、別の馬のすり替え事件があったために追及を免れている。その翌年もダービーで自身が管理する人気馬オールドイングランドに毒を持ってわざと負けさせ、自分はオールドイングランドが負けるにかけて大儲けをした。この時は厳しく追及され、最終的には息子のウィリアム・デイの仕業ということにして幕引きをした。ウィリアムは競馬界追放処分になったが、後に復帰、口述するロード・オブ・ジャイルとセント・ヒューバートの八百長に加担している。弁護士のヘンリー・パドウィックは、デイ調教師やブックメーカー連中とつるんで金持ちをはめていた。有力馬の馬主にパドウィックが高利で金を貸して、ブックメーカーから馬券を買わせ、調教師がその馬をわざと負けさせるという手口だった。中でもハーミットをめぐり、大富豪の4代ヘイスティングス公爵を破産させ、自殺に追い込んだことでよく知られている。競馬史家、ロジャー・ロングリグは、パドウィックを19世紀競馬界における最も悪質な人物としている。英国騎士チャンピオン2回。ダービー3勝を含め英国クラシック通算8勝。これもインチキが原因だった。1855年春の時点で、パドウィック所有のセントヒューバートという3歳馬が2000ギニーの本命になっていて、デイ調教師に預けられていた。パドウィックは自らセントヒューバートの馬券をたっぷり購入していたのに、デイ調教師は自分の息子のウィリアム・デイ調教師のロード・オブ・ジャイルを勝たせるため、わざとセントヒューバートの調教を怠った。目論見通り、ロード・オブ・ジャイルが勝って、デイフ氏は大儲けしたが、パドウィックにバレてクビになったのだった。以後、デイは息子の世話になって暮らした。従前のミッチェルグローブから北東に約 10km。この日はちょうどドンカスター競馬場のセントレジャーステークスの開催日で、ポーター調教師、ウェルズ騎手はこの日の第1競争と第2競争を連勝している。1着グリーンスリーブ、頭差2着は種牡馬として成功したロサクルーション。1着グリーンスリーブ1着ブルーガウン1着ザ・パーマー口述するように、キングスクレア厩舎は後に拡張され、イギリスを代表する名調教地となった。20世紀にはエリザベス女王やシェイク・モハメドが持ち馬を預けるようになり、ここを拠点とした有名馬として、ミルリーフやロックソングがいる。すでにイギリスのトップクラスだった、ポーター調教師のために用意された住居が、このように粗末なものであることが、当時の調教師の地位の低さを示すものとされている。ミドルパークステークスとプレンダーガストステークスの優勝がグリーンスリーブ、ミドルパークステークス2着のロジクルシアン、クリアウェルステークスやシャンペンステークスの勝ち馬ブルーガウン3頭とも冬の間に風邪をひいて体調を落としていたために2000ギニーは奔走したり回避したりしている。ポーター調教師はダービーの直前にキングスクレアで秘密裏に3頭の試走をしており、これを見たホーリー卿はブルーガウンに低評価を下していた。しかし、ウェルズ騎手は騎乗馬にブルーガウンを選び、首差の優勝に導いた。ペロゴメスは次走のドンカスターステークスで同世代のダービー馬、プリテンダーを破った。フレデリック・グラットンは、イギリスの大手ビールメーカーバス・ブリュワリーの前身で、当時イギリス最大手のベース、ラトクリフ&グレットンの車主の次男。1867年にオーナー社長の父が死ぬとフレデリックは会社の権利の8分の1を相続し、その金で競馬にのめり込んだ。アスコットゴールドカップ連覇など10勝。詳細はアイソノミー参照。1878年ドンカスターカップ優勝のほか、1877年、1878年、チェスターカップ連覇など、リバプールオータムカップ、ホープフルステークス、クリテリオンステークスアイソノミーは2歳の頃から頭角を現していた。ポーターはアイソノミーを1878年の3歳クラシックの有力馬と考えていたのに、しかしグラットンは、アイソノミーをこれらの競争に出場させることを拒んだ。グラットンはアイソノミーの馬券で大儲けを狙っており、世間がアイソノミーのことを忘れて人気がなくなるのを待っていたのだった。1877年の秋まで待って、グラットンはアイソノミーを秋の大レースの一つケンブリッジシャーハンデに出走させた。99ポンドの軽ハンデが与えられたアイソノミーには世間は見向きもしておらず、馬券は40対1の倍率がついていたの利益があることを表す。すなわち、元本1ポンド利益40ポンド=41ポンドの払い戻しとなり、日本で普及している倍率表示方式では 41.0 倍となる。アイソノミーはこれを楽勝した。一着賞金は約2200ポンドだったが、グラットンはこれとは別に馬券で4万ポンド儲けた。この額は当時のクラシック3回をすべて勝った場合の賞金よりも多かった。その後アイソノミーは1880年夏まで走り数々の大レースを勝った。しかし後述のように1880年限りでポーターがグラットン所有馬を追い出したため現役を退くことになった。グラットンは中長距離を中心に使われてきたフェルナンデスという有力馬を持っていた。一方のプレストパンズは2歳時に短距離路線を使われたきりだった。グラットンはこの2頭を12ハロンのリバプールオータムカップに登録し、フェルナンデスの鞍上に当時のトップジョッキーであるジョージ・フォアダムを据えていた。ブックメーカーも一般客も皆フェルナンデスを本命視していた。ところがグラットンはフェルナンデスの馬券がたっぷり売れるのを待って、レース直前にフェルナンデスの出走を取り消し、フォアダム騎手をプレストンパンズに騎乗させて出走させた。フォアダム騎手は長距離実績皆無のプレストンパンズを勝利に導いたが、世間は騙し討ちされたと憤り、優勝馬を取り囲んで罵声を浴びせた。この結果としてアイソノミーも現役を退いて種牡馬となることになった。当時としては珍しいことだが、彼らは30年以上にわたり、共同で競走馬を所有して走らせていた。当時の世間の人たちは彼らをザ・オールド・ファームと呼んだ。ただし実際の出走にあたっては、公式には共有馬主という制度がないので、フレデリック・ジョンストーン卿の個人名義で出走させている。フレデリック・ジョンストーン卿は1860年代までジョセフ・ホーリー卿と組んでいて、その後はアリントン男爵と共に、レイ一族の厩舎に馬を預けていた。パラドックスは、セリー1でポーターが購買し、デビュー前にウェストミンスター公爵がこれを買い入れた。ところが人気を集めたデビュー戦で出遅れて3着に敗れると、ウェストミンスター公爵はパラドックスを売却してしまった。購入したのはアメリカ人実業家の W.B. クロートである。その後パラドックスはデューハーストステークス2000ギニーを勝ち、ウェストミンスター公爵の見る目のなさの恒例とされるようになった。皇太子は毎年10頭から12頭の競走馬をポーターに任せたが、1892年までの間に大レースの勝ち鞍はなく、通算でも18勝にとどまった。もともと、ヒルシュ男爵は、皇太子と親交が深く、ポーターにラフレシュを預けたのも、皇太子のつてがあってのことだった。そのため、皇太子が馬を移籍させるときに、ヒルシュ男爵も帯同することになったのだった。王調教師は、スコットランドの競馬一族の出自である。1903年にパトロンである馬主が死んで厩舎が解散していた。しかしながら、王調教師の時代には、キングスクレアからはさほど活躍馬が出なかった。ポーターの後を継いだ、翌年の1906年には、ウェストミンスター公爵のトラウトベックで、セントレジャーなどを制したものの、次のクラシック優勝は1910年のウィンキポップの1000ギニー勝ちまでなく、それが、キングスクレアでの最後のクラシック勝利となった。1919年にキングスクレアの株式会社は、解散し、その後、第一次世界大戦、第二次世界大戦の間キングスクレアはあまり顧みられなかった。1950年代に再興されたキングスクレアからは20世紀を代表する名馬の一頭、ミルリーフが登場した。ウィキメディアコモンズには、ジョン・ポーターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。